回紹介するのは、フンボルトペンギンです。日本の動物園水族館では比較的たくさん飼われている種類ですね。お腹の点々がちょっと多めなところが特徴かなと思います。野生下の方では少なくなってしまっていて、なんか日本の気候だとちょっと飼いやすいみたいで、日本では多いんですけど野生では少ないという形になっているみたいです。現在22羽ですね、います。食事は基本的にはアジのみですね、はい、うちではアジしか食べないです。結構食べますね。一番食べる時で全員で20キロは食べます。奥の方にですね、大人とちょっと模様が違う子供がいるんですけど、その子が4月の29日に生まれた、名前がブリっていうんですけど、お腹の点々がものすごく多くて、もうなのパッと見でもえっていう風になるぐらい点々が多い子で、ちょっとびっくりするのでぜひ見ていただきたいです。じゃあブリのお父さんお母さんはですね、フグとヒラメ、ヒラメがお母さんでフグがお父さんっていう感じで、うちのペンギンたちは全員海の生き物の名前がついています。